運がいいとかさ悪いとかっていうのを最近考えることが結構あって、検証がね大好きなんですよ。でその検証にはちょこちょこまあ当選していて、まあなんかそれこそツイッター、まあ今 X ですけど、ツイッターでこれをリツイートしたら、抽選で何万名様にジュースいっぱいあげますみたいなコンビニの検証とかは本当にちょこちょこ当たりますし、この間も私が大好きな純烈が関わっている、明治の極うまボトルっていうシリーズの検証に当たって、その極うまボトルのドリンク8本とその純烈のデザインがされたパッケージの入浴剤2個っていうのが当たったんですね。もうこんな嬉しいことはないと思ってそうそう、でまあ残念ながら母は外れちゃったので、入浴剤は母と1個ずつ分け合って今大事にお家に保管してるんですけど、まあだから、まあ、比較的運はいい方なのかな。で、あと例えば人との出会いとか人間関係で悩むこともすごく少ないので、そういう面でもすごくラッキーだな、運がいいなって、恵まれてるなって思うことが多いんですよね。ただ一つだけ自分の中で特に運というかなんというか悪いなって思うのは、自分が楽しみにしてる予定がある日とか、なんかやろうって今日これしようって思った日、あと自分がお休みの日とかにめちゃめちゃ雨降りがちなんですよ世に言う雨女なのかもしれないんですけど、でも誰かと出かけるとかってなると意外と大丈夫だから、多分その一緒にいる人はみんな晴れ女とかなんでしょうねまあそうなんですよ。で先月話したそのディズニーランドに久しぶりに行ったあの日も豪雨でしたし、まああれはね行こうってもともと決めてたわけじゃないけど、まあ、幕張まで行くんだったらチャンスあったら行っちゃうかもなってちょっとやっぱ思ってたところもあったしそんな中で本当に豪雨だったわけですよ。でこの間ね先月の18日ですね、私お仕事お休み希望給を出してたんですよ。うちの会社は基本シフト制なので、なんだっけ、まあ月に何回お休みがありますよって決まってて、まあ希望があればこの日休みたいですって言ったらもうほぼほぼ休める会社なんですけど、基本もう本当に私はこの日は純烈のコンサートに行くから休むとかその程度しか希望は出してないので、月に1回が多くて2回ぐらいしか希望を出してないんですね。で、その日なぜ希望給を出していたかというと、NHK の歌コンに純烈が出ると、でそれの番組の観覧希望の申し込みがあります。普段歌コンってこの人とこの人出ますよ、その回の募集しますよっていうのあんまり今までしてなかったんですけど、この間は純烈出ますよ、誰々出ますよで観覧希望募集してますみたいな募集の仕方をしていて、なので母親に頼んでちょっと応募してくれと、で応募してもらって、でまあ観覧希望とかって大体まあ早くても結果が分かるのって1週間ぐらい前、直前じゃないですか。だからもし当たってその日仕事入ってたらいけないし、そんな直前で誰か代わってくれる人なんて見つからないから、もうこの日は休みにしとこうと思って6月18日をお休み希望を出して休みを取ってたんですね。
で、まあ、結果から言うとめちゃくちゃ外れまして行くことはできなかったんですけど、まあ、お休みじゃないですか。で一緒に当たれば一緒に行く予定だった母親もお休みで、しかもなんかその前後もたまたまお仕事が休みだったらしくて、なんか連休なんだよねみたいな、あんまりやることもないしどうしようかなみたいな話を母がしてたんで、じゃあ映画とか見に行けばいいじゃんってちょっと言ってみたんですよ。そう、そしたらあいいねみたいな、18日どうせ休みなんだから一緒に行こうよって言われて、あそうだね、じゃあ一緒に行こっかっていう話になって、私が子供の頃から大好きでもう家族みんなで見ていた危ないデカの、まあ、おそらく最後の映画になるでしょうね、帰ってきた危ないデカを見に行きましょうという話になりまして、でじゃあどこに見に行こうかってなったんですけど、まあ、今私実家じゃないので住んでるのが、まあ、話してちょっとじゃあ横浜で見ましょうということになって、私が映画館とか時間とか調べて、じゃあ横浜駅に何時ねみたいなことも決めて約束してたんですよ。3日ぐらい前には決めてたのかな。そしたら当日豪雨です。もうなんなんと思って、2ヶ月続けてさ、私が出かけるっていう日に豪雨、本当に。いやでもあの日は東海道新幹線とかも雨がひどすぎてちょっと一瞬運休になったりとかするくらいの本当にひどい雨で、もう線状降水帯がどこどこで発生しましたとか、本当そういうもうちょっとね災害レベルの豪雨だった日ですけれども、まあおかげさまで横浜とかは本当に豪雨なだけだったので、まあ母親と合流して行こうとなったわけなんですが、なんかねこの前ディズニーランドに行った時もそうだったんですけど、やっぱさ雨が跳ね返ってくるじゃないですか、地面に落ちたやつが。だからいつも私ジーンズとか履くこと多いんですけど、裾が濡れると思って跳ね返ったやつでね、だからいやちょっとこれはむしろスカートで行った方がいいんじゃないかと思って、ちょいつも私ロングスカートしか持ってないんで、ちょっとこうなんていうの、丈をこう腰のウエストのとこで巻いてちょっと短くして、行ってみたんですけど、まあ見事にその作戦は大外れで、びっしょびしょもう家から駅まで行く段階でもそこそこ濡れてたんですけどで母親に会っても「何でスカートなんて履いてるの?」ってちょっと小バカにされもうスカートの色がもう本当に変わっちゃうぐらいびしょびしょで、もう何だったらちょっと裾を絞れるんじゃないかなっていう感じだったんですけど、まあまあまあ大丈夫大丈夫みたいな、私すごく大雑把なところがありまして、映画見てる間に乾くから大丈夫みたいな。ほんとひどいよね、ほんとよくないと思うんだけど、そうそう。でお昼食べてから行こうっていう約束をしてたので、横浜にある相鉄ムービルまで先に行っちゃって映画のチケット買って、でムービル の建物の中にあるモスバーガーでちょっと一緒にお昼を食べて、30、40分母親と喋りながら食べてるうちにスカートもうだいぶ乾いてたんですよ。あこれいけると思って、でさあじゃあちょっとそろそろ時間だから上に上がろうかって言って立ったら、前面っていうかそう空気に触れてたとこはちゃんと乾いてたんですけど、座ってるからさ下の方、私のお尻に敷かれてた方はまだ濡れてたわけだ。そうだよねと思って、で母親にももう片っぽだけ乾いてるみたいな笑われ、で私はひらめいたわけですよ。なんていうの、ほらチャックとかホックがあるタイプじゃないウエスト全ゴムのスカートだったんで、これはお手洗いにちょっと映画見る前に行ってこう半回転させて濡れてるのを上にすれば椅子も濡れないし
スカートの濡れてた方も乾くって気づいて実行したんですよそう、そしたら見事に作戦が大ハマりして、もう完璧にスカート乾いてました。映画終わった時もう磯優子の大勝利ですよそんなことでね、自慢して本当にしょうもないと思ってるでしょうけども、そういうところでね、あの嬉しいとか、そんな小さいことで嬉しいとかを感じれないと、その方が人生楽しいからそうでね、映画はもう本当に最高でしたよ。やっぱちっちゃい時から危ないデカ見てて、ずっとね映画も全部見てます、テレビシリーズも全部見てますみたいな状態で、久しぶりの危ないデカの映画で、でもうねお二人とも御年70歳も超えてますから、柴田恭兵さん、舘ひろしさんね、だから本当にこれが最後なんだろうと思って、もう本当に目を皿のようにして1ミリたりとも見逃さないようにしようと思って、そうずっともう本当にじっと見入ってましたけど、ちょっとね笑っちゃうような場面もあるし、シリアスな場面ももちろんあるし、かっこいいアクションもあるし、やっぱりこうぶっ飛んでる朝のあつこさんもいるしみたいなあとテレビシリーズとかでずっとね長年活躍されてて、もう今亡くなってしまったキャストの方とかも映像で一瞬出てきたりとか、もう本当に危ないデカを見た、今まで見てた人だったら本当に楽しめる作品になっていて、あまりの面白さに本当に2回目行きたいと思って、今チャンスを、ね、狙ってるんですよ。もう早くしないと終わっちゃうからさ、だからもうぜひねもう一回行きたいなと思ってるんですけど、まあ、危ないデカの撮影地といえば横浜なんですけれど、今回もね、横浜スタジアムであったり、元町であったり中華街であったり、本当に横浜生まれ横浜育ちの私としては、あこの間あの辺行ったよなとかあこんなとこ使ってるんだとか、そういう景色もたくさん見れたので、そういうのも含めてまたいい思い出というか感慨深い作品でした。このあとねもう多分次はなかなか難しいんじゃないかなとは思うんですけれど、いやでもねこの作品本当に集大成っていう感じだったので、危ないデカを今までね見てた方でまだ映画見れてない方には本当に見てほしいなって、なんかね関係者でもないのにめちゃめちゃ熱く思ってます。毎週金曜の夜10時 FM ホット839から、そして毎週土曜日の夜9時 FM モットコムから4組のミュージシャンが週替わりで音楽とトークをお送りするミュージックボックス、第1091回目の放送となる今週お送りするのは私1週目担当パーソナリティの磯優子です。今流れているのは今週のオープニングテーマ曲、磯優子のラブソングです。今夜も1時間よろしくお願いします。少しだけあなたに似てる気がした、もうすぐ約束
ボックスは改めましての自己紹介と後半ではこの夏注目しているドラマなどについてお話しします。いや今週から FM もっとコムでも、ミュージックボックスが放送となるということでの自己紹介させていただきたいと思っております。ツイッターのハッシュタグはミュージックボックス、ボックスの V に注意して送ってください。出演者がポストする時もあるので、いえいえ、出演者がツイートする時もあるので、ぜひリアルタイムで番組に参加してください。今週はどんなテーマで曲を選んでいるのか、ぜひまた当ててみてください。今夜の一曲です。バンプオブチキン、記念撮影。今年9月から始まるバンプオブチキンのドームツアー、ついにチケットが当選しました。めっちゃハッピーです。お送りしたのはバンプオブチキン、記念撮影でした。このコーナーでは毎週担当パーソナリティのお気に入りをご紹介しているんですが、先ほどもお話しした通り、このミュージックボックス、神奈川県相模原市にあります FM ホット839に加えまして、なんと今週から福島県本宮市にあります FM モットコムでも、毎週土曜日の夜9時から放送していただけることになったということで、1091回放送している番組ではあるんですけれども、もしかしたらね、初めましてのリスナーさんもいらっしゃるかもしれないので、ちょっとね、自己紹介をしておこうかなと思います。まあね、オープニング13分間何にも言わずにベラベラ喋った後で急に自己紹介と言われても困るとは思うんですが、私磯優子と申しまして、神奈川県横浜市出身の、シンガーソングライターです。シンガーソングライターと言いましてもですね、ここ最近ちょっと音楽活動からは、ちょっと離れてしまっておりまして、普通に会社員をしてゴリッゴリに働きながら、オタク活動に勤しんでいるような状態でございます。このミュージックボックスに関しては、初回第1回目から、参加しておりまして、最初はアシスタントという立場で、各パーソナリティのサポートをさせていただいてたんですけれども、途中から1周目の担当パーソナリティに、ならせていただいて、途中でねちょっと番組、音楽活動も番組も離れた時期があったんですけれども、また復帰させてもらってからずっと1週目をやらせていただいております。このミュージックボックス4週代わりでパーソナリティがいますけれども、1週目磯優子、2週目種岡康弘、3週目西健治、4週目古谷香織、継承略で行かせていただきましたが、この4人の中でなんと私一番若いです。めちゃくちゃ昭和生まれなんですけれど、
なんとこの4人の中で一番若くなってしまいました。大丈夫かな、この番組高齢化が止まらないんですよ。なんですけれども、もうね、長きにわたり、番組でリスナーさんたちにお世話になって、メールとかもね、励ましの言葉もいただきながらずっとやらせていただいております。最近夢中なのは純烈です。もう月に1回か2回はコンサートに行ってペンライト分回して、会場で CD 買ってハイタッチ会に参加してみたいなことをずっとやってます。もう今年は純烈にいくらお金使ったか分かんないよ、めちゃめちゃ課金してる。でもね、本当にそういう楽しみ、結局でも好きなものは音楽なので、そうやって音楽コンサートとかそういうものはずっと見に行ってます。音楽活動をするにあたっての形態としてはピアノの弾き語りで、ずっとソロで活動してるんですけれども、この番組のプロデューサーであり3週目担当パーソナリティでもある西健二さんに本当に長きにわたってお世話になっておりまして、西さんが昔東京都町田市でやってたライブハウスウエストボックスっていう箱があるんですが、そこで、初めてこうなんか一人で、歌うっていう経験をさせてもらってからずっとずっと活動してきました。ウエストボックスがなくなった後、東京福生市で、西さんがやってた箱ウエストボックスでも、お世話になっておりました。ベースボックスがなくなっちゃってからは本当に活動の回数がだいぶ減ったなっていう感じではあったんですけれども、いろいろとね、体調を崩したりとかもあって活動を一回お休みしたりとかしてるうちになかなかそうですね、生活のペースが変わったりとかもして、今なかなか活動ができていない状況ではあるんですけれども、歌うことはすごく大好きなので、これからまたやっていけたらいいなとは思っております。なんか西さんが8月から浪江で、イベント、音楽イベントを立ち上げるっていうのを、先月の放送で言ってたので、ぜひ呼んでください。浪江まで馳せ参じますので、ぜひお手伝いさせてもらえたらそれも嬉しいなと思います。そんな感じで、まあ、今はね、本当にただの会社員って感じなんですけど、この間ちょうど健康診断があったので、磯優子の個人情報をちょっとお伝えしますと、身長 158.7cm、右目 0.3、左目 0.1、両目 0.5、 裸眼で生きております。まあこういう感じでですね、4週間パーソナリティいるんですけれども、まあ、特に一番おそらく音楽の話をしない、パーソナリティなのではないかなと思うんですが、まあ、それはそれでお楽しみいただければ嬉しいですし、気軽にねメールとか、ツイッターでの投稿とかしていただけたら嬉しいなと思っております。ツイッターはですね、磯優子で検索していただければすぐ出てきます。ツイッターのアイコンが純烈とのグループショットなんですぐわかると思うんで、ぜひぜひ見つけてみてください。なんかサウンドとかも含めて、なんか夏の人たちっていうイメージが私の中に勝手にあります。ウルフルズでサマータイムブルース。なんかトータスさんの歌って元気出るなと思います。お送りしたのはウルフルズでサマータイムブルースでした。お送りしておりますミュージックボックス、今週の担当は磯優子です。 My Favorite Things 後半では私がこの夏一番注目しているドラマをご紹介します。タイトルが新宿野戦病院です。
7月3日からスタート、フジテレビ系で放送されるドラマです。私の大好きな工藤官九郎さんが脚本、しかもオリジナルで書き下ろした脚本でのドラマということで、もう本当に期待しかない。主演が、小池栄子さんと中野太賀さんのダブル主演ということで、あらすじご紹介します。新宿歌舞伎町の路地にひっそりと立つ聖真心病院、その土地柄救急外来を訪れる患者の多くは貧しい路上生活者や在留外国人、ホストや風俗嬢など一般の病院と違い、その特殊な訳あり背景を持った患者たちが集う。そこに突如としてアメリカ国籍の元軍医である謎の女性が歌舞伎町に降臨する。彼女は軍医経験を持つ女医の陽子西フリーマン。やがて彼女は歌舞伎町で繰り広げられる様々な闇を明るく照らし出す存在となっていく。そして年老いた叔父の病院に勤務する美容皮膚科医の高峰徹が陽子と出会い、歯車が動き始める。時代とともに大きな変貌を遂げていく歌舞伎町の中でぽつりと小さく存在し取り残されたボロい病院、ネオンを光らせ人々の欲がうごめく夜の街歌舞伎町の中で生きる人たちに、小さな病院の光が一つの心の拠り所として、病院にいる個性豊かな医師たちとともに街に明かりを灯していくというような内容でございます。現在、発表になっている他の出演者も、橋本愛さん、平岩神さん、塚地無我さん、高畑敦子さん、浜田岳さん、生瀬勝久さん、江本明さんなど、非常にね個性豊かなキャラクターの強いキャストさんたちが出演となっていて、もう今から本当に楽しみです。何よりね、大好きな工藤官九郎さんの新しい作品ということで、今年の夏磯優子は新宿野戦病院注目しております。番組では皆さんからの感想、要望、普通歌などのメッセージを募集しております。メールの宛先は musicboxfmhot@gmail.com musicboxfmhot@gmail.com までぜひぜひお寄せください。以上、今週の My Favorite Things は磯優子の自己紹介と、この夏特に期待しているドラマをご紹介しました。お送りするのは中村恵美、ボブディラン。なんとも心地いいこのテンポ感がすごく気に入っています。お送りしたのは中村恵美でボブディランでした。Pick it up! このコーナーでは磯優子が気になったことやものをピックアップします。今週ピックアップするのはアニメ怪獣8号のサントラです。こちら6月26日に発売されたテレビアニメ怪獣8号のオリジナルサウンドトラックです。アニメ怪獣8号は集英社の漫画アプリ少年ジャンププラスで連載されている松本直哉の漫画を原作とする作品。怪獣の発生率が世界屈指の数値となり、怪獣大国と称されている日本を舞台にした物語。今作の音楽を手掛けている坂東雄太は、映像に合わせて音楽制作を行うフィルムスコアリングという手法を全話で採用しており、一曲一曲こだわり抜いて楽曲を生み出しています。今回本作に岡崎体育が参加した劇中歌ワークライ、レオ今井がボーカルと英語詞担当で参加した劇中歌ネバーブレイクダウンなどなどが収録されています。
また商品の仕様やメーカー特典が全6種のロゴステッカーとなっているそうです。この CD のジャケットは怪獣8号にちなんで数字の8が大きくバーンと印刷されていて、周りにちょっとこう模様が入っているようなデザインになってて、大変おしゃれな仕上がりになってるんですけれども、確かにですね、怪獣8号のコミックスに関しても表紙の色味がなんとなくこう特徴的で、毎号色がちょっとずつ変わっていくような仕様になっていて、もうキャラクターがバーンと印刷されているようなデザインで、すごくね、印象的なデザインだなと思っていました。アニメの方のクレジットを見ていると、なんとですね、怪獣デザイン&ワークスがスタジオカラーとなっておりまして、スタジオカラーといえばですね、やはりエヴァンゲリオンとかで有名なので、そりゃもう怪獣とかテーマにしたら強いですよねっていう人たちがタッグを組んでやっているっていうので、非常にこれもね、注目度の高い作品になっています。ぜひね、皆さん機会があったらアニメ、コミック、そしてね、サウンドトラック楽しんでみてください。今週のピックイットアップは怪獣8号サウンドトラックについてご紹介しました。怪獣8号サウンドトラックにも参加しています、岡崎体育で体。コミカルな曲だけじゃなくて、こんなかっこいい曲もやってます。岡崎体育で体お送りしました。お送りしておりますミュージックボックス、今週の担当は磯優子です。さあ、今週は皆さんに食欲がなくなる夏に食べたいものというテーマでメッセージを募集しておりました。早速ご紹介しましょう。ラジオネーム水玉スニーカーさんです。近所のスーパーに七夕用の大きな竹の木がみんなの願いが書かれた短冊をたくさんぶら下げているのを見て、私も家族の健康と書いて吊るしてくるのは今や私の恒例行事、季節を感じました。いいですね。メッセージテーマですが、暑くてヘトヘトになっている時のお助け、が流水麺とかき揚げ天ぷらです。流水麺は買ってきて、流水でささっとほぐして水を切る。かき揚げの天ぷらは買ってきたり、時には刻みハムや野菜やエビを混ぜて天ぷらにしたり、出来合いのそうめんつゆにわさびやしそやすりごま、焼き海苔なんかを入れてつけ麺です。はい、出来上がり。いそっちは流水麺買ったことありますか？めちゃくちゃあります。もうさ、なんか茹でるのも熱いから嫌じゃないですか。だから本当に袋を開けてザルに入れて水ザー出してシャ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 って洗って食べられるっていうね、もう本当にありがたい。もうこんなありがたいことはないです。本当にね、メーカーさん、今名前言いそうになりましたけれども、シムエさんですね、主に本当に素晴らしい商品を作ってくださってありがとうございます。まあそれでもね、そこにさらにちゃんとね、天ぷら、ね、自分で作ったりもするっていうことで、麺茹でる方が楽じゃないって今ちょっと思ってしまったんですが、やっぱそこがね、主婦のね、力ですね。素晴らしい、ありがとうございます。私はもう普通に麺だけ食べます、でもめちゃくちゃ美味しそうですね、天ぷら。やっぱりもう今度私も天ぷら買ってきてやりたいと思います。水玉スニーカーさん、メールありがとうございました。続いてはラジオネームアークさんです。ありがとうございます。今週は自分にとってとっても難しいテーマでした。おお、なぜなら夏であろうが食欲がなくなるってことが全くないからです。なるほどもし、食欲がなかったらと無理やり仮定して考えて絞り出したのは韓国風冷麺です。
器もキンキンに冷やしてスープに氷を入れた超冷たい冷麺は熱ければ熱いほど美味しくいただけると思います。ですが自分はその美味しい冷麺を食べるのはだいたい焼肉をお腹いっぱい食べた後ので食欲がない時に食べたくなるっていうテーマに合ってないかもしれませんね。すいませんということでありがとうございます。いや夏にね食欲がなくならないっていうのは素晴らしいことですよ。やっぱさ水分取るのも大事だけどよく言うじゃないですか、食事から取る水分もすごい大事だって。だから食欲がなくならないっていうのはね健康の証かもしれないですね。でも韓国冷麺いいですね。さキムチとかも入ってるからなんかちょっと酸味があってさっぱり食べられるし、やっぱ麺類ですよね。冷たい麺類はすごく食欲をそそりますね。私は冷たいお茶漬けとかやっぱ結局サラサラっと入ってくるものがいいなとは思っていて、そうそう、だからねこの夏もなんとかねちゃんとやっぱ食べないと力もつかなくて体調崩しちゃいますから、暑さに負けちゃいますからね、皆さんちゃんと食べて元気に夏をね過ごしましょうね。皆さんメッセージありがとうございました。さあ来月1週目のメッセージテーマはちょっとロマンチックに行かせてください。流れ星にお願いしたいことでいきたいと思います。水玉スニーカーさんはね七夕に家族の健康って書いてるってもう本当優しいですよね。もう私なんかすぐ自分のこと書いちゃいますからまあそんな感じで、来月は流れ星にお願いしたいことっていうテーマでぜひぜひメッセージをお寄せください。もう願いたいことなんか何もない、今十分満たされてるっていう人はぜひ普通歌もお寄せください。お待ちしております。メールの宛先は musicboxfmhot@gmail.com です。今日もメッセージありがとうございました。今日は夏に飲みたくなる炭酸とかそういう爽やか系の飲料が出てくる曲をお送りしておりました。最後にお送りしたのはキノコ帝国でクロノスタシスでした。今週から FM ホット839に加えまして福島県本宮市にあります FM モットコムでも放送が始まりましたミュージックボックス、まあ、多少ちょっとねコーナーの説明とかは変わりましたけれども内容は今まで通りとなってはいきますのでパーソナリティも変わらずですのでぜひぜひ引き続き聞いていただいて、今日初めましてだった方はねぜひ4週聞いてみてお気に入りのパーソナリティ見つけていただいたり、箱推しももちろん大歓迎でございますのでぜひぜひ、今後もミュージックボックス応援していただけたら嬉しいなと思います。お送りしているのは今週のミュージックボックスエンディングテーマ曲、私磯優子の鼻歌歌うに乗せて今夜もお別れです。来週のパーソナリティは種岡康弘、磯優子はまた来月の1週目に登場いたします。今夜も1時間お付き合いいただいてありがとうございました。ミュージックボックスまた来週です。さようなら。